そうです。こんばんは。いやー、疲れた。はい。22時11分に撮ってます。ぶちゃくちゃ眠いですね。めっちゃ眠い。最近あったことをですね、話しながら ASMR を撮っていきたいと思うんですけど、とりあえずさっきシャワーを浴びてきました。もう寝ようと思ってるんで、寝ようと思ってるにもかかわらず、動画を撮ってますね。はい。最近あったこと、ですね、仕事の内定をもらいました。はい。で、その詳細はですね、まあここで話してもしょうがないので、もう一個のチャンネルで話しておきます。なので、もう一個のチャンネルよかったらチャンネル登録してください。一応あと70人で登録者が1000人ですね。あと問題は再生時間、4000時間の壁があるんですけど、めっちゃ難しいね。めっちゃ伸びにくいですね。まあこのチャンネルもですね、日銭を稼ぐためのチャンネルともはや化してるんですけれども、まああとあれですね、記録みたいなもんですね。記録、まず1枚目、これはですね、 NHK の公式 YouTube チャンネルにもあるんですけど、これね、太平洋戦争で PTSD を発症したマッチーさんの絵ですね。この映像のシーンがあったんですけど、実際はこの周りに孫がいるんですけど、走り回って楽しそうに笑ってるんですけど、このおじいさんはこういう悲しげな表情をずっとしてるっていうね、めちゃくちゃ印象的なシーンでしたね。ちょっと気になる人はですね、YouTube でちょっと探してみてください。NHK が確か上げてるんで。あとこんなんですね。これ多分話したか。これ話したな。ダダンダンダダンですね。あとこちらですね。ちょっと光が強すぎて、ちょっとあれだな、見えねえじゃねえ。ちょっと光が強すぎるかもしれない。デッサンの練習でございます。最近描いてるのはこれとね、あとアクリル画ですね。僕の絵を見てくれてる方は知ってると思うんですけど、昔は女性の絵が多かったんですけどね、今年は男性の絵が割合的にはめちゃめちゃ高いですね。受けがいい絵の場合、有名人とかね、まあ、アイドルとかジャニーズとか芸能人とか俳優とかを描いた方がすごい受けはいいんですけど、あまり僕はそういうのはしないんですよね。
そろそろ切れそうなんで、災害用のパンなんですけど今食べてます。これがね意外と美味しいんですよね。販売者アンシンク株式会社、製造者社会福祉法人、知的障害者通称塩酸施設アスナロパン、商品名は災害備蓄用パン安心って書いてますね。うるせえなバイク。これ意外でしたね。これどこが作ってんのかと思ったんですけど、知的障害者の方が作ってるんですね。アスナロパンですか。はい、これ作ってる製造者の皆さんありがとうございます。ちなみに味は僕はプチベールが大好きですね。バニラとかもあるんですけど、このプチベールが一番好きです。これがね美味しいんですよ。でこれ何年持つんだこれ。まあここにね書いてる通り災害備蓄保存用パンって書いてるから、うん、まあ長く持ちますよ。あと個人的にうまいっていうね、あ、ここも書いてるわ、ほら書いてるでしょ、ほら 5年保存、5年もねこれ保存できるんですよ。で、よかったらねくくってみてください。お家にお一ついかがでしょうか。登山に行ってこようと思うんで、登山動画もね撮ってこようと思うんですけど、その行動食の ASMR にこれからなります。行動食その1、イカババアフライです。はい、これねイカババアフライってね俺ずっと呼んでるんですけど、調べてみたらイカ姿フライでしたね。なんでこんな紛らわしい名前にするの。これイカババアフライでしょ。これパッと見俺ずっとイカババアフライって呼んでましたね。これね、これどこなん会社、これこんな名前つけた会社、あ、三菱かよ、ね、三菱って多分あの三菱だよな。製造はね広島にある工場ですね。まあでもねこれねイカフライね、これうまいんですよね。これもねちょっと数年ぶりに買いましたけど、あんまりこういうのはね美味しいので食べないようにしてるんですけど、完成品アミノバイタルレッドバージョンです。これねブルーバージョンもあるんですけど、ブルーバージョンはねここにね123って書いてるんですけど1だけなんですよね。まあつまり運動前に飲むっていう、これは運動中にも飲める。多分アミノ酸がこれ5000も入ってるからだと思うんですけど、うん、これをちょっと2つ買ったので2つ持っていきます。登山はとにかくあのむちゃくちゃカロリーを消費するのでめっちゃ危ないんですよね。めちゃくちゃ危ない本当。こういうマルチビタミンのウイダインゼリーですね。マルチビタミンのウイダインゼリー、こういうのもちょっと持っていきます。あの固形物なんかいちいち食べるのもねめんどくせえので、こういうのでチャージしていくっていう。あとポカリスエットですね。クエン酸と電解、なんていうの、こういう飲み物なんていうんだっけ、電解ホニャララ、電解気質ホニャララっていうのが体に、ね、すごくいいので、あ、電解、ここ書いてた、電解質濃度ですね、うん、ポカリスエットも持っていきます。登山はねめちゃくちゃ怖いですからね。
ですね。
アミノバイタルのこの赤、これがアミノ酸がねむちゃくちゃ5000も入ってるので、なんかねパックのやつもあるんですよね、アミノバイタルの。あの確かあれは水に溶かして飲むやつ、それもアミノバイタルなんですけど、それがアミノ酸4000で、これがね一番高いんじゃないかな、5000っていう。これ1万とかできないのかね、これ1万アミノ酸1万とかできないんですかね、過剰摂取で死にますかね、ちょっとよくわかんないですけど、アミノ酸で取りすぎたらどうなるんでしょうね。エネルギー源アミノ酸で後半も途切れない、マラソンやサッカーなど長時間のスポーツ前またはスポーツ中の摂取がおすすめですってありますね。まあちょっとこれをね登山中に飲んで、まあ、頭が回るかどうか、これを飲んで頭をね、まあ、検証してみたいと思います。大台ヶ原ではねむちゃくちゃこけたので、あの動画ではカットしてるんですけど、結構ね大台ヶ原の、まあ、動画見てもらったら分かると思うんですけど、わかんないわすいません、カットしてるんで、めちゃめちゃこけてましたね。めっちゃ危ないです本当。だから登山はね個人的にはちょっと危ないからね、なんで俺こんなことしてんだろうっていう、なんか登山中に思いますねたまにね。はい、というわけでまあ話したいことはね大体話したんで、というわけで今回はここら辺で終わりたいと思います。はい、というわけでお疲れ様でした。マスターでした。